丸山車両製単炭式機動車の例、日本車両製造本店製単炭式機動車の例、単炭式機動車とは、機動車の一種で、運転台方向への運転を原則とする、型運転台車である。そのため逆転機を搭載しない車両が多い、機動自動車、自動規客車、あるいは、自動客車などと呼称された初期のガソリンカーは、多くがこの形態である。なお、 単タン,タン式という名称は日本車両製造の造語とも英語のシングルエンディドの訳語とも言われる。T 型、フォードの大量生産の成功により自動車の一般普及が本格化した1910年代以降、機関を含む自動車の動力伝達機構を鉄道車両に応用する動きが欧米で急速に進んだ。1920年代には日本にもこの動きが伝播し、 自動車用などの小型内燃機関を搭載した小型機動車が町工場規模の小メーカーによって製造されるようになった。初期の内燃動車はいわば線路を走る自動車を念頭に開発されたこともあり、T 型フォードやフォードソントラクターといった輸入自動車、トラクターのエンジン、駆動系を流用し、鉄道用の車体に取り付けた文字通り、機動自動車と呼ぶべきものが多かった。 当時日本においては自動車工業は未発達でありエンジンや駆動系の変速、逆転機構など主要部品を自社で開発、供給できる専業メーカーも日本国内には存在しなかった。もとより零細車両メーカー自体にも走行機器類をすべて内製するだけの技術的な蓄積がなかった。このような事情から日本における黎明期の原始的な機動車群は一般に 専用の逆転機を持たず、機関からクラッチ、変速機を経て車軸へ動力を伝達する自動車に準じた構成とされた。走行特性が前進時と後進時で異なるため、運転台も一方の車端部にのみ設置し、同じ一端寄りに機関を走過した。水冷エンジンの冷却系もそのまま流用されたため、車体前面にラジエーターが設置された。このように、 一方向への走行に特化し、単一の車端に運転台と機関を備える、起動車が、単単式起動車である。この種の起動車は、逆転機を必要としないため動力伝達機構を単純化できる一方、運用にあたって、終端駅での方向転換が必要であり、折り返し各駅について、デルタ線やループ線、あるいは、転車台といった、転行設備が設置されていた。そのため、 単単式機動車で新規開業する鉄機動会社向けにメーカー各社は車両とともに転車台も販売した。もっとも導入各社は蒸気動力で開業し機関車を方向転換させる施設を備えていた。事業者が大半であったためこの構造も当然の仕様として受け入れられていた。欧米においては単単式機動車を背中合わせに連結して 方向転換を避ける運転方法も用いられた。1920年代中期以降、旅客輸送量の少ない地方鉄軌道において、製造コストが廉価で、燃費も安い車両として導入が進んだ。当時は、乗り合いますが、鉄道の競合相手として対等しつつあり、瀬戸内地方では、この種の軌動車の導入で先陣を切った伊カサ鉄道の成功に影響されて、 車掌省略運転や高頻度運転による経費削減とサービス向上を目的に導入された例が多い。車両の製造は自動鉄道工業所の自動規格車が先鞭をつけた後、より大型の丸山車両製自動客車が普及した。続いて大手車両メーカーの一角を形成する日本車両製造が台頭する。 日本車両製造は1927年製造のイカサ鉄道 G1 型を皮切りに21人から30人乗りの小型単単式機動車を量産大手ならではの完成度の高い洗練された設計で先行メーカーを圧倒する車両数を製造したその他にも梅鉢鉄工場がまとまった量数を製造している松井車両甘宮製作所記車製造 加藤車両製作所の各社も製造実績がある。また、単々式は比較的容易に製造可能なことから、鉄道会社が自ら既存客車を機動車へ改造する際などに採用される例も見られた。中でも、角田軌道、朝倉軌道などでは当局に対して改造認可申請を出さないまま機動車化を実施し、特に後者は当局からの紹介へも、 まともに回答しないまま最大重量もの客車改造、単単式機動車を揃えた。この朝倉軌道の重量という数字は、非公認ながら日本の私鉄における単単式機動車保有数の最多記録と見られている。この種の機動車の特徴的な点として、日本車両製造性の例に見られるように非力な機関出力を有効活用するために、耐久性よりも軽量化を優先した。 車体構造のものが多かったことが挙げられる。このような構造は車両寿命の面でマイナスにはなったが、構成車と木製車の車両寿命の違いほど顕著には現れていない。単単式起動車は1920年代後期に日本で流星を極めた。そのため製造量数もこの時期のものが多いが、1930年代以降に逆転期を備えた。 両運転台式機動車が普及した時期でも軽便鉄、機動向けに需要があった。戦前期の製造は南地区機動の自社製、車両2両をもって終了した。メーカー製の車両では1935年3月に、竣工した十勝鉄道機配置と、同年2月竣工のあの鉄道課重が最終である。なお、1938年以降は、燃料統制により、 機動車の製造自体が事実上禁止されている。この種の小型機動車は購入した鉄道会社が小規模な零細企業であることが多く、戦前の段階でバスの普及などにより路線そのものが廃線に追い込まれたケースが過半を占めた。また、戦中、戦後の混乱期にはエンジンを下ろして客車化される例が多くなり、その数は減少した。このため、 第二次世界大戦後まで動力者として残存した例は以下の各社に限られる。戦後に淡々式機動車を新規保有した地方私鉄には上記の根室拓殖鉄道、最大寺鉄道のほか、大水害の被害で窮地に追い込まれた山賀温泉鉄道がある。山賀温泉鉄道の車両は大阪市交通局払い下げの GMC ウェポンキャリア、 流用バス2両を1955年に改造して製作したものである。一方、1950年代中盤から1960年代にかけて北海道開発局が道内に存在した簡易軌道向けに道内メーカーに製造させた自走客車では担当者のメカニズムに対する振り替えなどから単単式で製造されたものが計算量存在した。 これは1941年に、鶴井村営駅道設立、ホロロ専用として収益した、ボンネットバスを改造した、単単式機動車2両や1949年に、道内で製造されたネムロ拓殖鉄道の2両の、機動車が、担当者の念頭にあったためとされる。しかし、取扱いが不便であるためか、以後16両が製造された。 自走客車はいずれも逆転機付きの両運転台車となり、後期には液体変速機の導入も行われている。結果的に1958年製の歌登り損営軌道向けに軸自走客車が日本で製造された最後の旅客用、単単式軌道車となった。営業用以外の事例では従業員に輸送用として、豊波鉱山専用鉄道と常磐炭鉱が戦後新規に 単単式機動車を保有している。どちらも改造車であった。営業用の単単式機動車は日本においては1960年代末までには姿を消したが、2008年現在 JR、北海道が試験運転中のデュアルモードビークル、DMV を鉄道車両として見るならば、単単式機動車の一種ということになる。また、補線用のモーターカーの中には単単式機動車の ような運行形態を取るものもある。これらの方向転換には場所を選べないため、搭載したジャッキを支点に車体を展開させる方法が一般的である。アメリカ合衆国、ギャロッピンググースいくつもの鉄道で単単式機動車の採用例があるが、ロッキー山中に路線網を展開していたサンフィート機関のリオグランデサザン鉄道が、郵便、物資輸送、軌道保守などの事業用、 および旅客用車両として、ギャロッピンググースと呼ばれる自動車を、線路の上に乗せたようなレールトラック型や、自動車と貨車をつなぎ合わせたような形の、単単式機動車を1930年代に製造し、1951年の路線廃止まで使用した例が有名である。エクアドル、アウトフェローと呼ばれるバス改造の単単式機動車が、現在も使用されている。ありがとうございます。